プロレスラー、異世界で最強無敵の剣闘士に転生する。をレビューします。原作者だけはクソド素人のクソな老作家ですが他に名はプロによる漫画ですね。漫画家は、空振りサービス、で有名な藤田和博、ではなく、からくりサーカス、で有名な藤田和博先生の元チーフアシスタントの金田達也先生ですね。一回長期連載を経験していらっしゃる上に学習漫画とかの作画も担当をされているのですが、ここ3年くらいはクソなローのコミカライズをするまでに落ちぶれてしまいましたね。最近こういうのが多いねんな。バクマン、とかでも言っていたことではあるのですが、漫画家のアシスタントをしている人は別にアシスタントに甘んじているわけではなく、プロとしてアシスタント業をしている人もいて、その一方で将来的に連載を持ちたいがために、実績積みとしてアシスタントに入っている人もいるということですが、多分後者なんですかね。まあうん、行き着く先がクソなローなのはなんかもう人生の、悲哀、を感じざるを得ないところですが、ちゃんと安寧から独立して漫画家になろうとするその志は立派だとは思いますよ。うん、そして本作はもう一人関わっている人がいて、それは、丸藤直道。さんですね。誰やねんって話をすると、プロレスリング、ノアに所属しているプロレスラーですね。一応アメトークとかで一回紹介されたことがあります。いわゆるメインイベンターですね。なお役割は、読み手、らしいです。読み手ってなんやねんわらわら。これはアマゾンの方の日本語訳ミスらしく、監修、に相当するらしいです。多分、構成係、の意味の、リーダー、を直訳したのでしょうね。この辺はまあ、なんか原作者が謎に二人いたり、よくわからん役割で名前だけ入っているクソな老作家の、無理やり新しく付け加えられた役職名にアマゾンの方が対応できていないのだと思います。じゃあ私も読み手として中身を読んでやるからな。それでは裏筋から、弱い40歳を超えて動きにメリハリをつけるのが難しくなってきたメインイベンターのチャンピオンは、新人の若いマスクマンと場外乱闘をしていました。場外でパワーボムをかまし、リング内に戻ろうとしたところでマスクマンに足をつかまれそのままスープレックスをされてしまい、受け身を取れず後頭部を強打して絶命しました。このマスクマンの選手生命も絶命してそう、目が覚めると若干若返って異世界にいました。異世界に転生をした際に野原に放り出され、気を失っているうちに奴隷商人に捕まって売られて牢屋にぶち込まれたんだってさ。そして売られた先は剣闘士団でした。この世界においてサーカス団に相当するのが、この剣闘士団らしく、地方を巡業して興行をして金を稼いでいるらしいぞ。なんか剣闘士団同士で戦ったりもしているんだってさ。立場としては奴隷なのだが、なんか普通に街を出歩ける使命が売れると騎士団にスカウトされたりもするらしいっすよ。というわけで他の団の人と剣で戦うことになりました。道端で、せめて人の邪魔にならないところでやれ。相手は身長2メートルオーバーの大男でクソデカ体剣を片手でぶん回していたが、主人公はプロレスラーなので剣の扱いが達者であり相手の剣をへし折ることができました。そうはならんやろ、と思いつつも剣が折れたら肉弾戦で戦う系のルールらしく、組み合った結果最終的に地面に直接パワーボムを食らわせたことで相手は気絶しました。死んだんじゃないの？少なくともホーリーランドの世界なら間違いなく絶命していますね。あの男を持ち上げて投げ飛ばすなんて、お前は一体何者なんだ。俺は、ただの中身が日本人のプロレスラーだ。というところで第1話が終わりましたね。おろろ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 普通にすごくない？リアルな話、ゲロ吐かなかったのかな？いやまあ、いろいろ突っ込みどころはあるけれども、プロレスラーなら剣闘士じゃない方がいいだろと、それこそ烈火王とかみたいに基本素手で使っても暗記くらいにしておいて、最初から肉弾戦ありきで設定した方が絶対話は作りやすいですし、矛盾点も減るわけで、なんでプロレスラーなら真剣を巧みに使えるねんと、ジャンルが違うやろ。それこそ剣闘士みたいに命のやり取り前提じゃなくてプロレス形式の興行を運営するとかさ、最近、ドルから、っていう、K1 創始者の石井和義氏が死んで女子高校生に転生をして、
その経営テクと営業力によって空手道場を復興する、復興するとは言っていない、形の、格闘技ビジネス手法を扱った漫画があるのですが、本作も形としては確実に、そっちの方が奥歯は面白いですね。つまるところ娯楽関連の技術が未発達で、生物の生き死にでしかスリルという形での娯楽を味わえない時代に現代のプロレスラーがやってきて、生き死に以外の概念を用いたスリルと興奮を提案するっていう形ですね。こっちの方が、多分話としては面白いですし、個性も出ますね。現状ではいつもの謎理論謎転生でしかなく、個性もないし見どころもないし面白みもないという塩試合もびっくりの味気なさになっていますからね。とは言ってもビジネスとか経済関連の話は知識が幼稚園で止まっているクソな老作家がやると、今やってるアニメのポーション頼みとかいう還暦作者船爺によるアホクサどやり詐欺無双にしかならず、ただただクソにしかなりませんからね。最善手が異世界でプロレス経営であったとしても、作者の知能レベルでそれができない以上は、それ以外の要素、例えば剣闘士スタートをなくすとか、そういう小手先の要素で矛盾を消したり個性をつけたりしかできないでしょうね。あともと誰々のアシスタントとかの経歴を煽り文句にして出てくる人たちですが、いつも思うことではあるのですが、そのアシスタント先の絵柄に似せて漫画にしたりはしないんですかね。著作権とか漫画家としてのプライドとかそういうのがあるんですかね。伝説のクソ漫画の、鍵人っていう作品とかは、元はスタンド使いの吸血鬼、荒木博彦先生つまりはジョジョの、アシスタントであったことを煽り文句にして出てきたのですが、実際の漫画の方では、全くその気配がなく、最終回での言い回しが若干ジョジョっぽかっただけで、その煽り文句由来の利点が全部死んでいたんですよね。あれで絵柄が完全にジョジョなら、打ち切りだったとしてもマジのマジで伝説になって個性は出ていた気はしますからね。そんな鍵人の田中康樹先生もなんだかんだでアニメ化経験作家になるのだからわからないものです。サマータイムレンダーの人ですからね。その人、なろうに逃げずちゃんと成長できたんやなって。それじゃあまあ問題点も大体言えましたし話の続きでも見ていきますかね。道端で戦って大男を倒した主人公は一週間後に相手の団の強豪と戦うことになりました。元犯罪奴隷にして工業のメインを張ったこともあるすごいやつだぞ。とりあえず観客がいればプロレススイッチが入る系の人である主人公であるが、そう、相手には関係ないね。やっぱ、手足の剣を切って殴り殺しにしてやるぜー。ベチーン、ワンパンで相手を地面に叩きつけました。そうか、俺は異世界に転生をして若返り、当時を超える超筋力を手に入れたのか、そうはならんやろ。というかなぜそうしたし、普通にプロレス技術で崩せたとかさ、そういうのでいいじゃん。なんだよ筋力があるから倒せましたって。頭悪すぎない、というわけで起き上がった相手の盾の上からキック、相手は10メートルくらいぶっ飛んで、そのまま気絶しました。やれやれ、あれくらいで気絶するわけがないだろうやれやれ、スープレックスで後頭部を打った程度で死んだ奴がよく言うわ。10メートル飛んだら死ぬやろお前、本人の気持ち悪さは置いといてとりあえず結果だけを見れば大金星なので、多めの報酬をもらって街を練り歩くぞ。やや、や、路地裏に死にかけのクソガキがいるぞ、邪剣食料を恵みましょうねー。ついでに連れて帰りましょうねー。なお女でした。なんか弟子枠として連れてきたんだってさ。新人がなんで弟子を見つけてきてんだよと、超まともなツッコミをかましてくる工業主であったが、この女の子の生活費は自分が稼ぐし、そのためならばどんな相手と組ませてもいいという契約をすることにしたぞ。これには工業主もノリノリ、こうして彼は魔物とのデスマッチ用の戦士として女の子と二人この世界で生き抜く決意をしたのだ。というところで第1話が終わりですね。おろろ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 ろ
主人公様はいい人なんですよアピールをするにしてももっとこう、あるだろ。なんで道を歩いていた時に見たポットでのクソガキを自分の生きる理由にしてんだよっていう、あと読みて、じゃなかった監修の丸藤直道氏ですが、これのどこを監修したんですかね。肝心の剣闘士バトルシーンがビスケット売り場もびっくりの筋肉で勝ちましたとかいう塩試合で、さらにプロレス技も冒頭のスープレックスと2回使ったパワーボムしかないのですが、せっかくなんだからこう、本当に効いているかはかなり不明だけど派手な技であるデジャブとか、こういうのもあるよっていうプロレス知識を入れるようにするとかさ。パワーボムってお前、あとせっかくなんだから相手の盾を蹴る時とかもヤクザキックじゃなくてドロップキックとかさ。総評ですが、優れた経歴の漫画家と監修から繰り出されるクソみたいな原作、ですね。とりあえず筋力チートはなくそう、な。それやるならプロレスラーである意味がないから、烈海王の転生とかを見てみ、ちゃんとやってるやろ。あっちは烈海王の師匠がスケルトンになって、肉という重みから解放されたことで神速の拳と無限の関節可動域を得て烈海王を圧倒して、しかしながらオロチカツミから受け継いだマッハパンチと師匠から受け継いだシャオリーで、烈海王が肉をまとったままその経験と技術で打倒してたやろ。そういうのが本作にはないわけ。なんやねんプロレスラーだから剣を使えますって。360度どこから見ても全部おかしいやろそれ。初期設定をプロレスラーにしたならちゃんとプロレスラーの経験と技術だけでなんとか旋回。最後に漫画家ですが、アシスタントが少ないんだろうなーって。多分いるとは思いますが、あからさまに全体的に画面が白いので完全にマンパワーが足りていない気がしますね。有効に使えているかどうかは別として構図とかはちゃんとしている分、より目立ってしまいますね。それでは今回紹介しました作品。プロレスラー、異世界で最強無敵の剣闘士に転生する。そもそも剣闘士になってんじゃねえって話ですが一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。